第4試合アンダー65キロ初代王座決定トーナメント1回戦第4試合を行います。アウトは171センチ、65キロ、ぐらいアルメニアトップチームビーブルバイク、ラズセルシア。お腹にあるタトゥーはラズミック戦士を意味します。ラズセルシアン。アタックは175センチ、62.8キロ、日本ファイティングカイロス、久保優太。このトーナメントは誰のもの。さあ、ほほみスナイパー久保優太。レフリー友竹隆夫。この試合はアンダー65。さあ、解説の中村さん、はい、いよいよ1回戦最後の戦いです。久保対セルクシアン。そうですね、やっぱり久保選手、このワンデートーナメントを何回も経験してこう優勝してるっていう経験値がすごく大きいと思うんで、はい、それはアドバンテージだと思うんですけど、まあ、実戦が、ね、約1年ぶりぐらいっていうのがあるんで、はい、まあ、そこがどうなのかなというのと、結構あとラズセルクシアンがもう差し違える覚悟でやるっていうのをずっと言い続けてたんで、ね、はい、その辺がちょっとね、まあ、不気味なところでもあるんですよね。怖い相手が1回戦の対角線上立っています、はい、久保優太、そしてラズセルキシアン。ラウンド、はい、さあ、久保優太の第一ラウンド始まりました。まあ、この中ではゲーオと並んで、サウスポーの久保優太です。中央を取っています久保優太、まあ、体のフレームは久保の方が大きく見えます。久保選手いいミドルですね、このラズセルキシアンパンチの回転早いですからね。ですね、とにかくこの距離で蹴りでまずは行った方がいいと思います、ね、はい、これ雅人さんもこう久保選手が上上がってくるんじゃないかっていう話でした、ね、そうですね、やっぱうまい、久保選手うまいですからね、はい、まさ、うん、これ雅人さん、こうトーナメントで無類の強さを見せるんですよね、久保が。それもいや、トーナメントだから強いんじゃないですよ、強いからトーナメント決勝まで毎回行くんです。なるほど、はい、トーナメントはよく言いますけど、はい、ここの山だったから優勝できたとか、はい、ここの山だからダメとか言うじゃないですか、はい、強いやつが勝つんですよ、僕は本当そう思ってるんですよ。なるほど、これは雅人さんだからもう説得力もあります。その日に一番強いやつが、うん、どんな組み合わせでも優勝します。なるほど、ね、関根さん、はい、本当にこう久保選手優勝候補を挙げる人多いんですよね、はい、やっぱりキャリアとね、それとあと体幹も強いし、はい、あと蹴りも強いんですけども、パンチも強いですよね、うん、ボディなんかでもね、KO してますから。なるほど、まあ、最初にこうトーナメント制覇した時はリザーブファイトから、優勝というか準優勝の時ですね、はい、決勝まで上がりました。そんな経験もあります久保。あとトーナメントにおいてサウスポーは有利ですよ、はい、これでも勝つとゲーオと戦うんですよね。そうですね、バックキック、これ本当に背中のフレームの大きさがもう一回り大きい久保。まあ、久保選手67でも試合してましたし、まあ、いずれはね70まで上げるっていうふうに言ってますからね、はい、左ミドルキックです。誘うようにするかセルクシアン。K1 公式サポーターの関根さん、はい、関根さんはその久保優太のリング以外の顔もよく知ってますよね。そうなんですよね、もう格闘家とは思えないようなね、もう柔らかい表情でね、素敵な青年ですよね、はい、リング上がるとガラッと変わりますよね。変わりますね、まさにジキル・サセがこうハイドと変わるこの100位系のリングです。さあ、残りが25秒切っています。左ミドルキック、まあ、久保選手はこの戦い前に話したのが、おうちにはたくさんベルトがあるんで、明日は新しいベルトを取りたいですと話しています。左フック、セルキちゃんが前に出てくるとちょっとバックステップするんですよね、久保選手、うまく距離取ってますよ、自分の距離で。さあ、ここで第1ラウンドが終了しました。お送りしています K1 ワールドグランプリ2014アンダー65キロ初代王座決定トーナメント1回戦最後の戦い、久保セルキシアン戦です。
アンダー65キロトーナメント準決勝へ残る椅子はたった一つです。久保優太とラズセルクシアンの1回戦最後の戦いです。さあ解説の正人さん、はい、次の第2ラウンドに向けてですが、久保選手は非常に落ち着いた1ラウンドでしたもんね。だいたい距離が行ったかなと。そうですか、攻めてくると思いますよ、はい、左ミドルキック、セルクシアンの右の腕も殺しにいくか。このブルファイト前に出てくる。杉江さん、こうゴリゴリした戦い方ですね、セルクシアンは。そうですよね、ミドル。ただミドルがね、腕で受けてるんで、うん、ちょっとしびれるかなと思うんですけど ね。あとこうミドルをどんどん蹴っていくと、その後にパンチが当たりやすくなるんですよね。あ、まあ、完全に久保選手がこうセルクシアンの良さを消してるんじゃないですかね。もう前にも出れないし、パンチも打てないですから。バッティングですか。でもセルクシアンもあの構えとかは本当にザンビですみたいに体を振りながら前にグイグイ行きます。グローブ合わせます。あとはセルクシアンが入ってきたところに久保選手天下をとか合わせると入るんじゃないかな、膝蹴りを。はい、これやっぱり正人さん、こう見ると間合いなんですね、自分の間合いで。もう久保選手がプレッシャーかけてます、下げさせている、出てくるところカウンターの膝、そんな可能性もあると正人さんのお話です。はい、ハイキック。おっと、今右のボディフックの感じと思いきや左ハイでした。あれなんじゃないですか、三日月蹴りってやつじゃないですか。あ、久保選手三日月蹴り得意なんですよね。そうですよね、はい、ラズ選手、お腹赤くなってますもんね、うん、あれ効かせてハイキックとかをよく決めるんで、下に意識を向けときながらですね、はい、左の下からすり上げるようなこう中速の指の立った蹴り、うん、ただトーナメントだとあれも蹴りで指を痛めないことが怖いですよね、指を痛めると。なるほど、関根さん、本当にラズセレクションが出られませんもんね。ハイキックだ、やっぱりそうだった。膝、そして膝、もう解説席、放送席予言通り、リードのジャブ、膝、ミドル、効いてますね、効いてます、効いてます。そして右の眉毛の上のポッコリ腫れているのがラズセルクシアン。あのハイキックでしょうか。やっぱりトーナメント慣れてるんで、決めるときには決めに行きますよね。分かってるんですね。うわ、また三日月蹴りですね。ボディと胴回し回転が見えますが、よくここも対処しています。セルクシアンの右の眉毛の上がポッコリ腫れています。膝狙ってきましたよ、久保選手。ミドル、ミドル、シゲさん腕殺してますしね、ハイキック殺してますね。あ、今出ました、三日月蹴り出ました。30秒、だんだん距離を詰めていって最後膝蹴りまで行きますよ、これ。追い込まれているセルクシアン、下か上か、まっすぐのストレート、ハイキック。セルクシアンは前に出なきゃダメですよ、パンチでいかないと。そうですね、うん、うわ、今も踏み替えてからパンチでした。うわ、さすがここサウスポー当たらない。今ニヤッと笑ったようにも見えた。いや、久保選手うまいな。うまいですね、うまく戦ってますね。セルクシアンの攻撃で当たったのは、インローが何発か当たったぐらいじゃないですか、ほとんど。ノーダメージですよね、はい、久保選手。関根さん、はい、本当にすごいですね、久保は。久保は本当に、なんか、もう匠みたいな感じになってきましたよね、戦い方が。本当ですね。ベテランですよね。デビューからもう10年経ちました、久保。まだ27歳ですが、17歳のデビューから10年。27歳になったばかり、久保。本当に正人はこう、自在に相手を操っているように見えますね、攻撃で。頭使いながら戦ってますね、冷静に見てますよ。そんなに体力も久保選手消耗してないと思いますよ。そうですか。一方のラズセルクシアン、まあ、正人さんおっしゃったのはやっぱりパンチで行くしかないと、前に出るしかないと。もうこれ最後負けてるのは分かってると思うので、勝負に来ますね。そうですね、セゴガル、まあ、玉砕覚悟でセルクシアンが来るのは間違いない。それをどう操るか、料理するか、久保優太です。ラウシーファイナル。さあ、1回戦第4試合、準決勝をかけた最後の戦いです。逆に久保が潰しに来ましたよ。先に中央を取って前に出る。うわ、ミドル。最初 1、2ラウンドパンチ出さなかったじゃないですか、
相手のダメージを見て こうなるとパンチが当たりやすくなるんですよ。なるほど。今の選手パンチに走りすぎなところがあるんですけど、やっぱり蹴りからしっかりしてますね。うわー、これも強烈。しかしパンチ来ます。リードのジャブがあった後、あ、左ストレート出してきた。いや、もうセレクシアの攻め手が全くないような感じですよね。もうインロを蹴り返すぐらいしか。完全に光を消された、ライツアウトされているラズセレクシアン。うわ、返したいんでしょう。うわ、それぞれやはりマサさんおっしゃった通り左パンチです。重そうです。うわ、こいこいと。うわ、これも今度は左ミドル、三日月蹴りからミドル2発左。セルキシアン下がるしかないですもんね。もうあの来ないでくれって感じだと思いますよ。結構過去の試合とか見るとガンガンもう前に出て打ち合うような選手ですよね。それは多分相手のレベルが違うんですね。久保選手が完全に試合作っちゃってますね。杉根さん、きっとこう攻撃のチョイスも間違いがないんでしょうね。すべて最良の攻撃を飲み込んじゃってますよね、相手を。これ以上出られないセルキシアン。最終の第3ラウンドです。久保は完全ノーダメージ、まっすぐ蹴り上げる、まあ、自ら痛めないように戦うだけか。残り1分10秒今の蹴りは余裕のある証拠です。そうですか、はい、ボディから左出してくる。残り試合時間1分、残り試合時間1分、残りが1分を切りました。ただこれがトーナメント慣れなんですよ。無理して倒しに行かない、はい、自分の体力を使わない。そうです、はい、トーナメントの戦い研ぎ澄まされています。無駄がない、無理をしない、しかし確実に勝つ確率を上げていく。右フック、笑った、笑うしかないか。セルキシアン、これ中村さん、セルキシアン、はい、俺ってこんなんだっけって思ってるかもしれませんね。いや、まあ、まさにそうだと思います、ね、もう全くイメージしてたのと久保選手の強さも含めて全然違う試合になってるんじゃないですかね。そうですね。膝ねじ込んだ今、残りが間もなく10秒になります。お、当たった、一つ入れました。もう前のガードを下げて誘うようにもする、全く届いていない。おお、アリシャッフルまで来てましたよ。最後完勝ですね。判定に入ります。次ゲオですよ。そうですよ、まあ、判定出てませんか、間違いないですけど、それたまらないですね。たまらないですね。うわ、これはすごいな。久保ゲオはゲスト解説のお二人はもう準決勝に頭がいってますけども、いや、もう完封ですよ、完封。そうですよね。中村さん、でもここまでの、はい、そうですね、ここまで差があるとは思わなかったですね。まあ、これからまあジャッジの結果をお知らせいたします。判定が下されます。ジャッジ勝本30対29、赤久保29、1ポイント差なんですね。ジャッジ永瀬30対28、赤久保2ポイント差で久保30対28、2ポイント差つけたジャッジが2人、そして30対29が来る。いずれにせよ準決勝進出は久保優太。さあ、これで準決勝第2試合がゲイオと久保。面白いですよ、これは。早く見たい。面白い。さあ、これ久保に完全に光を消されたラズセルキシアン。久保は次に備えます。久保完勝で次はゲイオです。